二千九年開催のカセトリカセトリは山形県上尾山市で毎年二月十一日に開催される旧暦小正,正月の祭事。名称はカセギトリまたはカセイチョに由来しており、商売繁盛や日伏せを祈願するための行事とされている。祭りが始まると数人の若者たちが剣大と呼ばれる藁みの尾みにまとい、からかさ小僧にも似た妖怪カセトリに扮し、 上山城前の焚き火を囲み、カッカッカーのカッカッカーと歌いながら踊り回る。町の住民たちは踊っているカセトリたちめがけ、冷水を勢いよく浴びせる。真冬の北国で冷水を浴び、時にはその水が凍りつくこともあるという過酷な状態の中、カセトリはなおも踊り続け、町へ降りて、さらに踊り続ける。踊り終えたカセトリたちは、住民たちから酒や酒儀を振る舞われる。 頭に手拭いをくくりつけられることもあるが、これは商売繁盛の呪いとされる。また、水をかけられるのは、水商売の繁盛を祈る意味もあると言われる。上山地方では、寛永年間からこの祭りが行われており、1896年以降は途絶えていたものの、上山市でこの行事を復活させようと活動が始まり、1959年に、 再現され、1986年には、カセトリ保存会が結成され、後に至っている。また、かつては、上山市だけではなく、日本全国で正正月に美濃を被った者が人家を、尋ね、このように、カッカッカと泣いて、祝儀をもらうという風習があったといい、秋田県の民族行事として知られる、生ハゲなど、類似性の見られる行事も多い。 祭日に、異形の姿をまとった者が現れるという点で、ケルトの伝統行事であるハロウィンと共通しているとの指摘もある。カセトリの歌カッカッカーの、カッカッカーカッカッカーのカッカッカー持ちの年の祝いは、カセトリ、カセトリ、お祝いだカッカッカーの、カッカッカーカッカッカーのカッカッカー五国豊上、火の用心五国豊上、火の用心カッカッカーのカッカッカーカッカッカーのカッカッカー。 カセトリ、カセトリ、お祝いだ商売繁盛、満作だ商売繁盛、満作だ。ありがとうございます。